さあ、ロマサガレスやっていきますということで、またしてもダブルガチャですね。まあ、やっぱりあれですね、石の配布がなんか少ないというよりも、ダブルガチャが多すぎるのが、やっぱ、なんか石が枯渇している原因かなと思いますよね。まだね、石はね、片方のガチャしか回せるくらいしかないんで、まあ、どっちから引くかって言ったら、やっぱりね、このアルカイザー編からですよね。まあ、とにかく、全くね、まあ、リリースからびっくりするくらい、このアルカイザーとの相性が悪い、このアカウントでね、今回こそアルカイザー狙っていきましょう。リリースされた直後ってプラチナガチャだったんですけど、一番の時はギュスターブを取るためになんか20万くらい使ったんですよ、確か。それでもあの時アルカイザー出なかったんですよ。結局リリースの時にアルカイザーだけ出なくて、出たのダイバートの方でしたからね、プラチナガチャのアルカイザー。そんな思い出があります、アルカイザーにはね。まあもう、石の配布とかダブルガチャが多いんでね、もう天井なんてもうなんか最近行けなさそうなんで、もうなぜかやっぱ動画を撮ると、救急車が通ります。これ 100% なんですよね。なんでなんですかね。もう不思議で仕方ない。毎回最近動画のためにこの話してる気がするんですけどね。なんだっけ、アルカイザーね。もう話飛んじゃったよ。なんだっけ。まあいいや、とりあえずドットで見ていきましょう。アルカイザー、まあいつもよりちょっと若干ヒーロー感が増してるね。でもなんかアルカイザーのドットってあんまり好きになれなくてね、3点。アセルスドットで可愛いですね。まあ4点。ゲンさんはドットで。まあ、いいじゃないですか。まあでもそこまでじゃないですね、3点。問題はイラストっすよ。アルカイザーのイラストいいですね。マーベルシリーズというよりもバットマンシリーズ。あのシリーズ何でしたっけ、バットマンシリーズ。BC シリーズでしたっけ、忘れちゃいましたけど。どちらかって言ったらそっち寄りですよね。もう自分はね、もう大好きです。大好物です、このイラスト。5点です。このイラストだけでね、今回もアルカイザー編から引いていこうって、もう正直、このイラストで決めましたね。マセルスのイラストは、まあいつものね、最近女の人だと、この人のことが多い。若干なんか、あまりにもこの人が書く頻度が多いんで、若干もはやなんか AI で書いてるんじゃないか疑惑がありますけどね。まあまあまあ、3点かな。そうだね。AI にさ、とりあえず書かして、そこからちょっと軽く自分好みに修正する方が早い気がしますよね。自分は AI イラストまだ使ったことないんでわかんないですけど。まあ、ゲンさんはね、まあ、悪くはないけど、まあ、3点かな。もはやなんかサガフロっていうよりも、なんだろうな。なんか自分的にはなんか今日から俺はみたいな感じに見えますけどね。そうそうそう、救急車来た時に話そうと思ったのこれか。もう最近はもう天井できるまでのね、石はね、なんかあんまりダブルガチャが多すぎるせいか、石のね、貯蓄がなかなかたまらないんで、もう仮に当たりキャラがいたとしても、もう性能見ない。うん。性能見ないでいきます。これからはね、もう引けたら見る。その方式でね、ガチャやっていこうと思います。280連爆死以降、課金しなくなって今のガチャルールは、マックス30連でね、何かしらの新キャラが出たら終わりっていうルールなんですが、今直近ね、5回ガチャがあったんですけど、この5回ともね、新キャラ出ていません。何も。さすがにそろそろ出るんじゃないでしょうか。もちろんね、そのマックス30連超えちゃうこともたびたびあるんですが、それでも新キャラ出ていません。さあ行きましょう。1番狙いアルカイザー、2番アセルス、3番ゲンさん。これでいきます。だいぶ運気も溜まってると思うんでね、そろそろ2年くらいも経ったと思うんですけど、新キャラ2体引きね、してないと思うんで、ここ2年くらいね。そろそろ運気も溜まってると思うんでね、2体引き行きましょう。3体引きはまだ1回もしたことないです。リリースからね。さあ行きます。アルカイザーお願いします。さすがに出ると思うよ。また今回もサブウェイガチャ動画で終わっちゃうのかな。何も出ない。以上っていう感じのガチャ動画で終わっちゃうのかな。もうマジかい、一番いらない。一番いらない。これはなえるわ。なんかね、性能もなんかね、見たくないですね。ちょっと一瞬目離すんですみません。さあ、ゲンさん。いや、ゲンさんはいらないな。いや、本当にゲンさんいらないわ。まあ、ガチャルールを守るのであれば、ここで撤退することになるんですけどね。ちょっとゲンさんはちょっと厳しいですね。
性能を見ていきましょう。技コスト重。まあ技に関してはとりあえず特にパッと見何もないですね。普通ですよね。プラ落ちでもいいくらいの技ですよ。ということはアビリティに特徴があるのかな。なるほど。乱れ雪月下が追加で発動。単体火力が高いところかね。残り2つは別に特にね、目新しいアビリティもなく、なんか凡庸的な感じですよね。なんかもうね、単体火力は高いけど、まあそれだけって感じだよね。まあでも追いガチャしてもね、出なさそうなんでね、一旦これで撤退しときましょう。まあこの後T260G 編ね、やってから、ちょっと考えようかな。まあでもね、これからは本当にね、ガチャルール厳守でいこうと思うんで、まあ多分これで撤退になりますかね、このアルカイザー編はね。まあ相変わらずね、アルカイザーとはちょっと縁がないんですが、本当にアルカイザーはね、出ないです。そんな感じで、どうもありがとうございました。